紙芝居小屋でもあっちでもうすぐ始まります。紙芝居入れのは無料、ありがとうございます。OKOK、ピクチャーストーリー勝敗ショータイムスタート。まもなく紙芝居が始まります。入れのは無料、皆さんね、肩の紐を打ってるよ。紙芝居が始まるぞ。昔のまんまの自転車の紙芝居、紙芝居が始まるぞ。 So I can do some pictures here. So the guy said something about a show. I'm gonna go check it out.AKB じゃなくて、あの桃色クローバー派？違う？あのプリキュア派？違うねんな。失礼しました。ちゃんとこれもらえますか？もちろんですよ。そういうね、ギリボトマジモってやつか、あれちゃんとね、あなたが欲しい、ちゃんとこちら、ジャニーズカードももらえますから頑張ってくださいね。はーいって手上げたゲームなんて戦いない。全然手上がらんと元気ない人、一個も正解せんかった子は、これね、一つももらえませんからね。ですか？もらえんかった子はどうするか、わかりますか？何？泣く！もらえんかったー！泣く！そう、もらえんかった人は我慢してください、ね、我慢できん子はね、お家帰ってね、トイレ入ってあたらんかったー！泣いてください。そうやって子供はね、我慢を覚えて一つ大人になります。 OK ですか？元気ないな。 OK？ あ、はい、いい返事ありがとうございます。だからこれはね、子供に言ってるふりして大人に言ってますからね。今から紙芝居ちょっとね、お話の前にこれクイズ、そうクイズしていきたい。答え分かったらね、はい、元気を手挙げて答えてください。じゃあ第1問、これなんて書いてるか読める人、はーい。これ大人読めないんですか？うわー、大人学力正解がね、読めないんですね。じゃあ知恵の泉。知恵の泉、大正解。ほどすごいですね、このクイズね。なんて一発目に大人が手挙げてね、しかも全然ポケット大正解。この人ね、あなた大人がないね、あなたね。はい、じゃあ手挙げます。さあこっちね、本当は子供です。ちゃんとこっちに大人を用意します。アダルトオンリー。なんと大人は、はい、指輪が当たります。すごいでしょ。なんとこれ、ほんいちゃもんちゃもん、これね。
か。正真正銘、本物の似てる。今日、雨、今日どちらからお越しなんですか。大阪です。大阪から、大阪の京都まで。はい。芝居見に。はい。あ、調子いいね、あなたね。待って、はい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 。ありがとうございます。あ、一番でかいのできました。拍手。はい。今ね、これの瞬間で、女性の目がね、キラッと変わったかでしょうか。女性の目、頑張ってください。今から、10分しか、10分。やっぱね、大人、ちゃんと抜けました。前これね、これですよ、こう聞いたら。はーい、昔って字、こっちから読むんやろ。じゃあ、なんて読むの？湖のエッジ。違いますよ。知恵の時、こっちから読んでくださいね。じゃあ、答え分かったら、はいって元気を手伝ってください。ちなみに、皆さんは日本語OK ですか？日本語OKな人、はーい。はーい。OK、OK。あれ、日本語わかんないですよ。日本語わかんない。分かってるやん、あなた見て、今、音を落とす怖いね。で、じゃあ、あなたは、日本語は Can you speak Japanese? No? Okay, あ、すいません。あ English, OK? Yeah. Where are you from? California. California! OK, English, OK. OK. ありがとう、ありがとう。I can't to speak English. Awesome. I'm awesome. How to do part, okay? So, okay. With what picture? Quiz, okay? Okay. Hands up and answer. これ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 。第一問いきます。ここに隠れている。これは一体何でしょう ？What is this? What? はい、これでは。わかる人、はい。はい、じゃあ、はい、やると、はい。君、君、君。これ何？変人？変人？ああ、僕が変人じゃなくて、あなたが変人？うん、うん、そうなの、変人だ。衝撃の告白だね。なんで？これは？あ、ペンギン。ペンギン。これこれ全然ブレませんでした、この時。正解、ペンギンです。拍手。これ看板看板はいせーのブチブチオッケー拍手ペンギンさんからどうぞ、はい、ペンギンね変身ちゃうからねペンギン全部で何羽いるか数えてください OK How many penguins OK、ね、これね今から開けます開けて閉めるからオープン&クローズ OK How many penguins? 一瞬で出てきますよ。ペンギン。ペンギンなのか。ペンギン以外も出てくる。いや、そう。いい質問です。ペンギンだけ数えてください。いきますよ。How many penguins? はい。じゃ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 失敗するし、はい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 、10は10、はい、ブー、違います。ヒント、ヒント、君だったら10、ここで、君、8、ここ、答え、アンサー、答え、ここ、はい、分かる人、はい、はい、座ってると、はい、はい、はい、9は、なんで分かったんですか。なんで、はい、だよ、せやんな。そうです、1、2、3、4、5、6、7、8、9は正解、そのとおり。ないない。よかった。じゃあ、これはこれはこれ。やったな。AKB ゲットやな。そうそう。じゃあ、これ。何でも。1枚。おめでとう。拍手。こちら、ペンギンない。特にあの、こいつはペンギンちゃいますからね。じゃあ、これはペンギン。じゃあ、これは？はい。はい、はい、はい。じゃあ、はい、はい。変人変人あと大正解そのとおり、そうです、これはペンギン、これが変人です日本人がね、うわしょうもねえって顔してますね。そう、今日ね、こんなしょうもないことします。君、こんなペンギン、よう分かったな、君な。なんで分かったな。あ、前見たことあるの、これあと常連さんですか、ありがとうございます。じゃあ、あげる、はい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 、変な知識なの、それ正解でもない。ちょ、これこれ、はいはい、あ、ジャニーズがいいの、え、これあんたが欲しいの、ちょっとお母さんとっても言うた、お母さんの言うたから、ちょ、これこれこれ、はいはいはい、
じゃあイケメンカード誰が当たるか楽しみ。なんと大当たりね、僕が入ってますからね。わからへんのおめでとう、拍手。オッケー、返事、オッケー、返事ストレンジマン。ああ、オッケー、ジャパニーズランゲージ、変人、オッケー。俺変ちゃうの、変人言うな。じゃあクイズね、もう一問。変人、変人、これ、ストレンジマン。60年前の古いクイズ、こちらのクイズ。まだですか？何がまだか知らんけども、真上から見たもんです。これは一体何でしょうか？ What is this?Look from top. 上から見て、さあこれって何でしょう、はい、分かる人。ヒントはね、in this room、 この部屋の中、はい、分かる人は、分かった、はい、ね、あ、帽子、帽子、全然違います、ブー、帽子じゃない、分かる、はい、一番下、はい、なんと、はい、ポスト、郵便ポスト、大成功。そうそう、ありますこれ、ね、郵便ポスト、ポスト、これ、ね、昔々のポスト、これフリークイズやからね、ポスト大正解。よう昔のポスト分かったな。ご存知ですか、こんなん結構若く見えますけども、知ってる、見たことある、素晴らしい。はいどれがいいですか、はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、あ、これ、消えちゃうし、あ、これどっちや、こっちか、これ、逆走る、はい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 、おめでとう、バッキュー、待って、いいか、じゃクイズね、ちょっと先かね、子供ばっかりが、ちょっと大人、ちょっと大人も頑張ってください、じゃあ次、ちょっとね、子供は一品やつにします、大人限定クイズいきます、子供休みや、子供ね、もう寝る時間です、1時半やからね。これ、こちらのクイズ、じゃん。いつも下に風の吹いている山はどんな山でしょうか。はい、分かる人、はい、大人頑張って、大人、はい、分かる、山の人、変態言うの、変態ちゃう、山、分かった、はい、じゃあ一番下、はい、あなた、はい、山に足が入ってる、嵐、そう、嵐の山やから、京都の名所、嵐山、正解、その通り、分かった、山の下に風があるから嵐で、嵐山、大正解です、すごいですね、大人頑張ってたね、また大人手挙げてね、またまた大正解しましたから、ちょっと、はい、持ってってくださいね、はい、ほんまもんの偽物でございます。あ、これに目がくらんだんですよね。で今日はお一人でお越しですか、今日は。あ、子供さんたちが最近一帰ってね、旦那さんにご自慢してくださいね。他の男からもらって、言うて。はい、おめでとう、拍手。最後のクイズ、ラストクイズ。まだ当たってない人、頑張ってくださいね。大人も頑張ってください。最後のクイズは、これ、激ムズクイズいきます。はい。分かった、なんで分かった、常連やもんな、お前ら、待て、じゃあ分かった、常連さんおるか、じゃあちょっと待て、じゃあ最後に新しいクイズします。常連さんがどうやらおるので新しいクイズでいきます。こちらのクイズ、京都は古い町ですが、じゃあ古い町に多い楽器といえばどんな楽器でしょうか。はい、分かる人、古い町の多い楽器、そう、古い都に多い楽器なんです、分かりますか、うん、古い都に多い、あ、はい、あなた、分かった、はい、はい、あなた、はい、君です、はい、分かった、あんた、あれやねんな、ちょっと手挙げてんな、あんたな、はい、じゃあ分かる人、はい、はい、古いか、最終的に君は何、ラッパじゃないね、古い町、古い都やから、はい、じゃあ何、笛、なんで笛がついてるから、それ強引や、それお前だ、はい、プラス違います、じゃあ、はい、琴、古い都で琴、京都だから、お琴、大正解、琴、
がいね、待ったことがね、両者セット大正解、まだまだね、じゃあだ。じゃあ今日はあのご家族でお越しなんですよね。あ、誰、代わりにあんたが来んの。じゃあお嬢に、はい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 、お嬢に、はい、ちょっとほら、はい、10、9、8、7、6、5、4、3、イケメンが激怒。ほらほら、はいはいはい、これあのお母ちゃんこれ取りに行ったのよな。はいはいはい、こうするか、はい、せーの、はい、うちー、おめでとうつる。なかなか今、早いですよ、毎回こういうのね。じゃあ、クイズね、おしまいして、今からね、紙芝居お話します。じゃ今からね、これ、このお話、ジャン、ね、昔、一番有名な、今日はね、あとカリフォルニアから落としたから、ね、こっちしましょう、こっち、こっちレギュラーサイズ、こっちはスペシャルラージサイズ、そう、黄金バットの、なんとこちらは、英語字幕付き。オッケー、英語ショータイトル、こっち見てもらいます。モーストフェイマスのシライストーリー、昔昔で一番有名な話、黄金バット。じゃあ黄金バット知ってる人、はい、あ、知ってます。見たことは、テレビで見た。そうですよね、昔これお前ね、人気があったから、その時代ブーム終わってからのね、テレビアニメだったりね、実写映画にもなりました。すごい、そう、こいつが黄金バット、ヒリー黄金バット。 OK、 ゴテンバット。じゃあ黄金バットはいいもんか悪いもんか、どっちでしょう。ヒーグッドガイ、はい、バッドガイ、はい、ヒーグッドガイ、いいもんやと思う人、はーい、あれ3人だけ。ヒーズバッドガイ、悪いもんやと思う人、はーい、あ、こっちじゃん、じゃあ、あと悪者だろ、これ。なんで悪者だろ、人相が良くない。人相は良くない。あの、聞きました。今この人ね、人を顔で判断しましたか。違います。これ、いいもんです、いいもん。ヒーフクガイ。紙芝居ナンバーワンヒーロー、黄金バッテリー。いいもんです、いいもんです。そう、人をね、顔で判断したらあかんからね。いいですか、紙芝居ナンバーワンヒーロー。黄金バットの話みたいになります。さっきね、先言ってきました。お話はね、16巻目。ストーリーナンバー16。OK。まあ、せやから話は途中から始まって、途中で終わっちゃいますから。いいですか？あの、最後のセリフは、この続きはまた明日のお楽しみで終わっちゃいますから。まあ、そんなもんやなと思ってご覧ください。あとは、もう一個できます。これね、紙芝居テレビちゃうから、こうやって近い人ね、そう、目はお腹に近くてもね、むしろね、たくさん見ると豊富です。中身一番にテレビちゃうから、一番近い人は僕の唾めっちゃかかりますからね。唾は上手に置けてご覧ください。ではご覧いただきます。昔々の紙芝居黄金バッジ開胆屈出現、その16巻目の始まりであります。唾を多めに飛ばしてまいります。我少女マサヨは土蔵の一味に囚われてしまった。ナゾウ様、マサヨを連れて行きました。お風呂を置くと苦しい声が響き渡ります。これで世界征服